皆さんこんにちは。ただいまより、第百五十七回日商簿検定試験二級に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレックの富田です。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、じゃあね、えー、これからですね、お時間30分ほど頂戴いたしまして、えー、本日ですね、実施されました、あー、日照検定2級に関するですね、回答速報、こちらの方ね、まあ、要点用紙ということで、えー、少しお話をさせていただこうと思います。まずは皆さん、あ本日試験の方ですね、大変お疲れ様でございました。ね、えー、まあ、ちょうど、 一昨日ぐららいからかな急にねやっぱまた寒くなったりしてねまあ2キ午後からとは言ったってねやっぱりちょっと寒い中あー少し睡眠時間削ってね、えー、勉強したりっていうところもあったと思うんでちょっとねそういう時にやっぱり寒さが厳しくなったりするとねまあ,あ体調もく崩しやすかったりはするんでねちょっと大変だったかなっていうのもあるんですがまあまずねあのー、今回試験のを受けてきていただいたというところでございます。 でまあ今日のねあの試験についてなんですけどもまあ、皆さん方もいろいろご回答いただいて思うところもあるかなというふうに思うんですがまああそうね、あのー、今日の問題に関して言うと、まあ、やっぱりあの何、ー、て言うのかな工業武器第,3、えー、第4問、第5問ですか。 あこちらに関してはですねまあここのところずっと続いてるような傾向を踏襲してるところが見受けられます、まあ、少し工業武器5問目はねえ金額計算を行う過程でちょっととっつきにくいところもあったかな、まあ、シングルプランでもあるしね、えー、いうところはあるんで、うん、もしかしたらちょっと止まっちゃった方もいらっしゃるかなっていう気はするんですがただ基本的には あ今日の本試験に関して言うと工業簿記はやっぱりねあの比較的取りやすい。えー、だから第4問あたり出てる材料福費、えー、予定配布の話とかねあそこら辺、まあ、意外とね、うん、演習量とか少なめの論点かもしれないですけどね、えー、そういったところをまずしっかりと基本に基づいて、えー、対応ができればですね、まあ、今回もあの工業簿記の方で、えー、しっかり点数を上げていただくと。 まあいうような傾向は変わらなかったような気がいたしますんでまあそらくほとんどの方々ね先に公募から手を出されたんじゃないかなというふうには思います。で商業武器なんですがまあ第1問の仕分けの問題は取りやすかったかなという気がしますね。 まあ一般的に、えー、受験募金、まあ、私のようなあ、私どものような予備校ではですね、大、え、体、ー、いい5問あるうちの1つや2つは難しいのが出るからあ、3つはね、確実に拾っていきましょうということをお話しすることが多いです。で多いですけども、まあ、今日出題されている問題は、あ比較的、えー、ベーシックな内容と言えると思うので、まあ、ちょっとこれは、 まあ3つと言わず4つとかまあうまくすれば5つやっぱりこういったところはね点数として拾っていただきたいなという気もするしねうーんー例えば一番最初に出ていた再建売買売買目的に該当してる高謝再売買ですけどねこの売買に伴う発数利息の計算なんていうのはねやっぱりあの伝統論点でもあるしーある意味基本論点でもあるわけですから、まあ、こういったところをまずしっかりと問うとかねさら、えー、に言うと えー、3番目あたりか3番目あたりでねえー、問おーシール割引なんか出題されておりましたよね。でこの割引なんかも、まあ、しっかりね買い換の期日前決算に伴ってっていうことが明示されてるわけですからあ割引という行為についてのね概略をしっかりと押さえていただいてる方であればまあ科目の選択なんかでも悩むことはなかったような気がするんで、えー、そういう意味ではね、えー、比較的第一問なんかは解きやすかったような気がします。で今回も やっぱりまあ第2問と第3問がねえー、あれかなっていうところがあってねあのー、まず私どもの1個の受講生さんで申し上げれば第3問第3問があの製造業関連なんですけどまあこれね多分初見じゃ相当難しいですよ <laughs> えー初見に近いとちょっとこれは大変だと思います、えー、思いますけどちょうど今回 えー、私が担当する講義ではありませんがあ直前対策の講義であったりとかあとは基礎機の方でお使いいただいている問題集の問題なんかにも、まあ、ほぼね、えー、今日出題された第3問と同等の問題を,を入れさせていただいているところもあるのでまあ全部が全部ということはちょっと到底難しいと思うんですけどもまあパートパート切ってね回答していっていただくということができれば、まあ、部分点を狙うということは十分、えー、可能だったと思います。 やっぱり第3問で言うとそうだな、まあ、PL 項目に関して言えばやっぱり売上げ減価の関連じゃないですかあのそこら辺はね正直言ってまたこんなこと言うと「あのまた外れ」って言われるかもしれませんけど言いますよあんなものはやんない方がいい、えー、時間かかります、えー、かけるほどの意味がない、えー、ですからまあここはねもう思い切って割り切りをする。 えー、製品製造原価の算定とかさらに言えばそれに関連するね債の原価債のね売上、えー、原価の加減算扱いまあ債なんか把握しなきゃいけないですからあんなことやって時間ないですね。第2問がですねちょっとまたあの前回みたいにびっくりするぐらいの量がありますんであのその上で第3問あんなのやってたら時間ないですよだからあもうね売上原価の関連はやんない方のが良かったかそのやんないという判断がちゃんとできたかどうかですね。 あのそこの部分をちゃんと判断つけないとちょっと正直やっぱきついかな。ね、で具体的に PL 項目を作りいただくにあたって、まあ、これあくまでも製造業ですからあの冷静になればなんてことないし全 TV でもねしっかりチェックは取れたっていう方もいらっしゃるかもしれないんだけども、まあ、例えば退職給費用の扱いとかね、えー、当然製造現場等で発生するコストっていうのは労務費等になるわけですからあーそれは PL に記載する退職給費用では当然ないわけでしょ。 そういったベースのところだよね、えー、そこをしっかり対応してっていただいてまあ部分点を狙うという形で回答を進めていただければまあ私どもの直前議論講義ない、えー、問題集等を対応していただいた方であればそこそこ点数は取れるかなという気はする。 ね一部 BS 項目の回答も要求されてますけどね、まあ、例えば有価証券の関連なんかで2名から与えられてたりするけども、まあ、当然投資有価証券として回答すべき項目、まあ、普通に考えれば万共有物債券に回答する債券しかないですから、ああもう1個は小会社株式ですからね、えー、そちらも関係ないねっていうのは分かると思うんで、だからもうちょっとある程度ね、第3問で点数拾っていただかないと、 うん、そうだなちょっと全体としてかなり厳しいような気が僕はするんだよね。でねやっぱだ第2問もう笑っちゃいけないけどねあの第2問がねこれまあ前回の有価証券がね えー、まあこんな感じっつったらこんな感じで量がやたらめったら多くてね、えー、集計が非常に大変だったんだけどもまあ今回もねすげえ量だよねこれ。<laughs> あのもう本当ね僕ねまあこの問題をねうーんまあ見させていただくというか解かせていただいた時にですね これダメだなあのこれ普通に解いちゃうとこれだけでだって4 5 0分かかんじゃないと思うよ。でこんなん除却損なんか出ませんよ女もん。出るわけないんでまあそこだけ的絞ってやるとかってのはあるのかもしんないけどちょっとね どうなんか僕個人まあこれはもう個人の感覚だから何とも言えないけどあの前回の有価証券よりりこれ取りにくいいいんじゃないですすかって思いますねだ前回のその有価証券でね11月の試験で有価証券やっぱこんなんでしたから、まあ、有価証券の問題がねそういう出題実績があったんで、まあ、それに関してですよ類似の問題っていうのかなうそういったことの出題も想定してあいた問題をしっかり解き込むとかっていうことをやりいただいた方もいらっしゃると思うんですけど。 いやーちょっとねびっくりしたなあーこれはね厳しいですねでもうこうなってくるとねあのー、本当にパートパートで点数狙っていくしか多分ないような気がするで特にまあどうしても回答輸出として感情の設定がありますんで、えー、そうするとね、まあ、リース物件もそれなりの数があるわけですよファイナンスリースだけで5物件でしょ でなおかつ一部ね組み替えというか入れ替えみたいなのが入ってますから火災で焼けちゃったとかね。それを加味してまあ勘定を作んなきゃいけないでしょ。でなおかつこれあの減価償却を半期にいっぺん計上してるんですよね。で火災で焼けちゃったあ機械 D だっけか機械 D があってそれ10月1日だからまず、あ、9月30日の段階で半年もの減価償却を計上して、まあ、借り方減価償却で返し方の利益役やったと同時につうかやったるい日に まあ都合のいいことで火事やってやけちゃったって話ですからまあ通常のね火災発生時基中等の火災発生時であれば、まあ、売却なんかと同じような形で、えー、皆さん方にはね借り方原価償却、借り方類計額、えー、こういう形の処理をしていただくんだけどそれをやらないってことですからねまあだからそういうなんていうのかなあの火災発生だったら火災発生という一つの事象についてはある意味半年ごと。 原価の形状をやっていきますよっていうのは対応しやすいのかもしんないけどただ今度あの全体ま止めて解くところになるとこれらい話になっちゃうんでちょっと前よりきついなこれ勇気が僕はしたんでねもうこれちょっとある程度的絞って解凍作業を進めないとねちょっとてもじゃないけど終わんない。 そうすると第2問だけじゃダメなんですよ。さっきの話やけど第3問とかもひっくるめてですよ。お全体問題状況を見てですね第2問でこれ相当時間かかること分かりますんでそうするとま,あまず問題を見てね、えー、全体把握をするでしょ。でした段階でですねあのー、ちょっとこれも第2問は尋常じゃないんで的、ま、絞って解答作業を進めないとこれ終わらんぞと。 そうなってくるとじゃあ優先的に他の項目を埋められるところを確実に埋めていくっていうような回答戦術を立ててねでその上で第3問なんかはいやさっきの話いけどウリアン言語の集計なんかやってらんないでしょこんなもん、ね、普通に考えてねいや別にそれだけだったらやったっていいですよでやったっていいけどだって第にも時間かかるからでそういうところをもう初めに切んないとねちょっとこれダメだねうん、えー、解けないと思いますっていうかっていうか そんんなの2級のの級受験生できんのこれって僕思うんだけどなまあ同じような話ばっかりしててね毎回毎回なんであれなんですけどなな何これって、うん、よくわかんねえんだけどまああのー、別にね 例えばそのファイナンスリースだったらファイナンスリースを別に現行制度をちゃんと動いてるわけだしまあ今ねリースは会計基準の改定に向けてね議論が始まってますからあー今後まあ新しいものが導入されるにあたってもね現時点の制度のものをしっかり見とくっていうのはもうそれは大事だと思いますから別に僕は出題内容自体はいいと思いますよリース出したって。出したっていいとは思うけどちょっとねなんでこんなに。 いいいろんなななこととをやらせないといけないのあのいやだっていやある程度ねいろんな公務訓練で対応できる能力がと然それは必要でしょうあった方がいいと思いますよいいとは思いますけどただやっぱ2級の受験生ですからね限られた時間の中で回答を起こすっていう手続きをしなきゃいけないんでねあのー、そのことを考えるとちょっと量的に厳しくないですかね まああの,の先生のご好評と見てね、まあ、あ私なんかもか,かなりというか大多数当てはまってんだと思いますよ自分でも自覚があるからいいんですけどあの、まあ、かなり的外れな解説をされてる方が多いねという話をしたされてるんですけどあの僕みたいな人間がねこんなこと言うのは大変恐縮だしおこがましいし、えー、不尊であることはよく分かってるんですがそれでもあえて言わせていただきますけどね いやこれはね的外れだよあのまあ僕らの教え方っていうのかな授業の仕方が悪いところは、まあ、当然改善はしなきゃいけないしね対応を解けるところは当然対応してかなきゃいけないけどこれでも2級2級の受験生に解かせる問題かねこれ。で僕思うんだけどねまあ皆さんもご承知の通りねあのもう来年度からネット試験でしょ でネット試験になった時に、まあ、試験時間変わるんだよね90分ですよ。で今日2時間だからこれなので30分時間が削られると何こういうのはないのいやこんなんネット試験出されたらできないよ絶対。あ90分なんかで終わるわけないじゃん。ねじゃんって言ったってあれですけど終わりませんよこんなもん。 でね、いやそんな実務の知識がねえとかね知識が汗えとかね、まあ、いろんなことをおっしゃるのは別にいいですけど僕らも勝手なこと言ってるわけだからさお互い様なんでねただね別に僕だけが言ってるわけじゃないと思うしもっといやね僕の受験生さん全体で言ったらよ僕のところの授業を受けていただいてる方なんかごく一部ですよ。おー全体の10%なんか全然いきませんよ。ねえ。 ねえその中でもうちの受講生さんも前回11月なんかもちゃんと合格していただいた方もいらっしゃる。でその前提で言うとですよねえ全国合格率の18%だっけ 18. 何の中でうちの受講生さんのボケはまあ1%減らないかもしれないけど多少減るじゃんね。で、ね、それ以外の一生懸命ねえ えー、指導されてる商業高校の先生もおいでになるわけですからああねで公正の先生もおいでになるわけですからいろんな学校の先生が教えていらっしゃるわけですけどもこれ対応でできなないでしょこんなのどうなのこれでもうちょっと本当に失礼かもしれないけど言わせてもらいますけどねあのね2級の試験でね十何パーなんて合格率を連チャンして出すようなね方のがよっぽどまた外れですよ。 お僕はね日商の簿記検定をやっぱり自分が受験経験持ってる当然ね持ってるんでまあやっぱり資格の入り口として簿記検定ってねやっぱり社会的に認知度も高いしねでいろんな場面でも活用できるしだから何かやってみようっていうふうにね例えば社会人さんがあお考えになった時に一つやっぱり選択肢に上がりやすいものだと思うんだけどその人たちがね これから飲みていく方々じゃないですか？ああね、その方々にこんなに爆発的な量のものをやらせる必要があるのかっていうのがまず僕は疑問です。正直言ってで集計力が問いたいんだったら、別にこんなんじゃなくたっていいじゃないですか。普通に普通に取引内容をバーって基調取引でもなんでも乗っけてるんですよ。それ集計させればいいじゃん。 あでなんでそんなリースの話を何回も何回もね、うん、何本も何本もやらせてよ集計させなきゃいけないのっていう気は僕はする。いやそうしたら「いやまあこういうね複雑な資料を集計することは当然必要だよ。ね、できた方がいいに決まってますよ。まあ、できなくていいなんつってないんで。えー、できた方がいいとは思うけど終わんないですよこれ普通に考えて。ねえまあ僕は今言った通り現行のね 精度にに沿った形で問題出すのは別にいいと思うからまあリースをねこんだけ前面に押し出されて問題作るのも全然いいと思うけどもちょっとやっぱ量多すぎませんかねでまあね当然内容が理解できてれば解けるものも選択できるからっていうことなのかもしれないけどちょっとこれかわいそうだと思うんだけどな。 だってまあ確かにね、えー、第3問なんかはそうだね、まあ、そういう、ね、ウリアンゲンの算定のところを省くとかあそういう回答手続きを取ればね、えー、ある程度お点数拾えるというのはあると思うし、まあ、そうすると全体として1345で点数伸びて、まあ、合格点数に達するっていうのはあるかもしれないけどでも第2問丸々やんないっていう選択肢はないわけですよ普通に考えてね。 えー、そうなった時にちょっとこれやりすぎなんじゃないですかねって僕は思うなぁ。でね、あのー、通常であれば今の段階で2級の解答速報を画面にお示ししてですね、えー、私どもの、まあ、予想配点はこうですと、まあ、あくまでも予想は予想なんで。 えー、それを使ってご活用くださいと自己採点とご活用くださいということもお話をするんですがで大変申し訳ないんだけど今の段階でねまだうちの方であの模範回答を作りきれていませんで作りきれていないっていうのはあのダーニモンに関してですね、まあ、うちの,、あのー、その政策等をやってくれてるスタッフみんながですね「ちょっとこのダーニモンについてはあのー、別回答の余地があるんじゃないか」っていうことで今まだ詰めてます。 詰めてますんでまあ別解という主張したところで何か変わるかっていうのはあるんだけどもうーんでもね多少やっぱりこれ読み取りづらいですよ率直に言って。ねそうだなまあその前提で今ちょっとね2級の方の回答第2問に関してはまああの僕はもうある程度ね、えー、回答を もう終わったんで、えー、それで回答出そうよって話したんですけどやっぱりねあのうちのスタッフはあそこはやっぱりこだわりを持ちたいということでまあまあ劣界として、えー、採点上採用されるかどうか分かんないけど、まあ、可能性としてね、えー、そういったものが通るかもしれないからちょっと最後までちょっと検証したいということで今まだうちのスタッフ7人か残ってねやってます。 だからちょっとまあアップが遅れちゃって申し訳なかったんだけどおまあそんな状況が少しあるんですがうーんでもどうなのかなまあなんか前回の11月の試験でねまあやっぱりいつ悪かったでしょ18%でしょで多分今回もね同じぐらいになりますよでそうなった時にですね どうなのかなあ簿記の受験指導されてる、まあ、僕みたいなのは大したことないんであれなんですけど、まあ、優秀な先生方もね、えー、いっぱいいろんなところでね、えー、受験生さんの指導されてる方々おいでになりますでおいでになりますんで、あのー、そういう方々が一生懸命ねご指導されてもですよ、まあ、当然僕らも一生懸命やってますけどもなかなかやっぱり結果につながりにくいような問題を出すっていうのは僕はどうなのかなって。 って率直に思うでねもうなんかね最初のうちは僕もねあのー、ちょっと感情的になっちゃうところもあったんだけどもただ不思議なんですよ正直言ってあのー、ただ不思議もう純粋にあのー、いや別にいいですよだからさっきも言った通りそのリースだったらリースをね出すんだったら出しても全然僕はいいと思うただ なんかこの今そのリース基準の改定の議論も進んでてねまあいわゆるあの証券モデルとかあ呼ばれるものにねまあ今後変わっていくわけですよ。で変わっていくんでまあその土台としてね現行制度上生きてるものを出すっていうのは僕はもうそれはありだとは思うけどもそれにしたってそんなのメインの問題にすいちゃっちゃおかしくないですかね。なんかたまにそういうのがあるんですよね。 あの重箱のつとといいううよななこすするつもりはないですけどね、えー、だってこの4月から収益認識に関する会計基準動きますよねあれ公表された後に税込み方式消費税の税込み出しましたよね税込みなんかはいじゃないですかでにもかかわらず実務だ実務だとおっしゃるのはちょっと僕ゲセないんですよ、まあ、僕のレベルになった人間だとで別に試験範囲で歌ってるものだからいいんですよ別にダメだとは言ってないですよダメだとは言ってないけども んだってくなっちゃうんだよ、ね、くなっちゃうのを出すのそれ実務なのわかんねえなあー僕にはわかんないね別に今回もね僕は、まあ、リースがダメだって言ってんじゃないですよくいてですけどいいと思いますよただちょっとね多すぎますよこれねだからあの皆さん方も回答手続き取る時にねちょっともうこれ的絞んないとで あの前回の回数でも僕も連結とかでも的しぼんなっていう話をしたんだけど、まあ、そしたら的外れだって言われましたけどね的外れじゃないですよ時間足んねえもんだってそんなこと言ったって終わるわけないじゃないですかんなね的外れじゃなくて僕らはあ,のあくまでも受験指導をさせていただいてるんで点数取るためにはこういう風に解いていくべきですっていうお話をしてるんです、えー、ですからあ当然のことながら鉄塔デミなんか解けないんですいや解けるように教えろって言われればそれまでですけどもね でもね <laughs> 量多すぎますよ。で、ね、実際問題としてそれはね無理です,ですあ。無理ですよだって手取り足取り今ねおそらくまあね大学だとそうでしょ常に面と向かってね受験指導とかできるわけじゃないんです。みんな一生懸命、えー、自分の時間を見つけてねみんな仕事だってなんだってあるんですから家事だってあるんですからねで学校だって行ってるんですから。 あその中でご自分の都合のいい時間に聴講して受験準備をされてるんで、ね、ん手取り足取り僕がつきっきりで勉強を教えるわけにはいかないんですよ。でそうなってくるとやっぱり演習量だってばらつきはある程度で,で僕は全然やってない人をね受からせてくれなんていうことは一回も言ったことないんで。 えー、難しかろうが何だろうが妥当な問題であればねそれは全然僕はいいと思いますよ。でその上で落ちちゃうのは仕方がない。でそれはそれで受け止めて次に改善していけばいいと思うんだけどこれあのー、みんな何にも思わねえのかね不思議でしょうがないんだよね。えー、だってこれ合格点数達するためには多分第二問。 をまあ、僕らみたいな立場から言えばですよ僕らは所詮下船のね高々資格予備校の受験指導を、ね、させていただいている程度の人間ですからああ小難しい学者さんと違ってですね、えー、深く深く事柄を研究してないと思います。ねあそろそうです。だって僕らはその仕事じゃないですからね別に開き直るつもりはないですけど。 当然それに正よぐらいやんなきゃいけないっていうところもあるかもしれないけどもやっぱり僕ら受験予備校なので、えー、受験指導を受験生さんはお求めになられてるで問題を解き方対応の仕方をお求めになられてるんでそれを僕はお話をしなきゃいけないでその前提でお話してますからそうすると当然のことながらあの時間ばっかりかかってね得られるリターンが見出せないような問題はやっぱりはしょりなさいって言うしかないんですよ。 で第2問はそうでしょこれこんなの全部なんか解けるわけないじゃないですかああ第3問だって量があるんだからでそういうことをうんどうなのかなまあどこまでご考慮いただけるのかだと思いますよ。でねあのー、まあまあ中にはごく少数ですけど今回の2級について、まあ、比較的こうなんていうのかな あーってことはお感じになられている方も多いです。で、多いって言ったらあれだけど、まあ全然少ないんですけどいらっしゃいます。えー、まあ少しね、えー、この解説を取るまでに、えー、そういったあご連絡を少しいただきました。で、いただいたんですが、あのですね、その方々もあの選んでますよ。選ばないともう終わんないっていう,ふうに判断してやってるんです。で、それがダメだっていうことには当然ならないでしょ。 でもそうじゃないとやっぱりねうん全般にわたって、えー、対処しましょうと一生懸命向き合っちゃうと結局ね点数伸びないですこれ。無理ですこんなの。おでね <laughs> もうねえちょっともうちょっとでもそうだなうんまあでも第二問以外のところで点数が。 比較的やっぱり今のね2キの受験生さんやっぱり厳しい状況を想定して準備してくださってるんでまあ第1問第え第4問第5問。 ここら辺でまあ点数取取るだだけ取って、問目だね、幸いにしてというかあ今回ね私どもの方ではあ少し直前期等でえ類似の問題も見させていただいてるっていうのもあるんでえある程度まあ切り替えをしながらあ点数積んでっていただければというところがあるからえ第2問のところはもう的を絞ればねえプラスアルファという形で仮定を狙えばあ全体としては合格ラインに達するっていうことになるのかなと思うけども。 うーんでもね別にうちの受講生が良きゃいいっていうだけの話でも正直僕はないまあ、かっこつけるつもりは全くないけどねあのー、やっぱね2級の受験生さんってねこれから伸びてく人たちじゃないですか。ねえそれはもう僕何べんも申し上げてますけどねあのー、ここでやっぱり心折れちゃう人っているんですよ。でね あのいやそれでも何くそと思って、えー、勉強続けてね結果出るまでやるっていう方もいらっしゃいますけどねただやっぱり全く歯が立たないとかいう状況になった時にねいやそれでも立ち直ってやりなさいっていうのは酷だしね人間それほど強くはないですよ。でやっぱり受験勉強ってみんないろんな制約のもとでやってるんですよ。 お別に学者さんが楽しててるのなんか僕は全く思ってないですよ大変なお仕事だと思いますけどもただねあの一般の受験生っていうのは私の仕事の合間にやったりね育児の合間にやったりね学校行く合間にやったりしてるんでその中でもみんな一生懸命やっちゃいるんですけどちょっとそのの方々の評価にこれ適してますか僕はそうは思わないな。 だってこれ受かんないと二級の能力ないの思えないなあ、全然思えないだってこれネット試験出すんですよね、こういう問題出さないんですか出さないなんてことはないよね、だって同じ二級なんだからで、ね、こういう問題出すんでしょう。できないでしょこんなの90分で、90分だから量減らすんですかまあ多少量を減らしたっていいですよでそしたらファイナンスリースがじゃあ5つあんとか3つにしますか まあ、3つ出しますかってうのもあれですけどそんなもんでしょだってねえ別に類似の問題をねお作りになるとは思わないけどもそんなもんじゃんだってちょっとかわいそうだと思いますよ僕。でまあねえたかが知れてる話かもしれませんけどでもここでねあのしっかり2級頑張って。 成果残すことができた人って、まあ、それが成功体験になってね。あのー、ここから先、まあ、例えば、会計士の勉強をやったり。例えば、税理士の勉強をやってくれれば。まあ、そういう人たちがね、社会に出たときには、間違いなく、社会貢献してくれるわけじゃないですか。ただ、まあ、可能性の話なんかしたって、きりがないかもしれないけど、でも、実際そうだと思うのよね。だから、あのー、何が言いたいかと、と僕、これね。毎回同じことをしてるんですけど。一級で、こういう、なんだろう。 もうすげえ量だねっていう問題出したって誰も何も言わないですよ。1級だから。もうやりいいああそれはやりゃいいけど2級ってそんななんですか今。そこまでのものじゃなきゃダメなんですかね。あのー、これちょっとあんまり言うのもあれかもしれないけどまあね2級を目指してやっぱりさ一生懸命勉強されてる方々も多いんであれですけど去年ね 僕税理士の授業をメインでやってるんです一応でやってるんですけどあの日商簿記の2級落ちてで落ちたけど学習経験あるからもうそのまま税理士入った方いらっしゃいます。でその方初年度受かりました。ね僕簿記論代表の担当してるんですが受かりました。ねっ。 彼はそういうふうに、まあ、先の最終目標があったからねあの初めからもう税理士やりたいっていうのがあったんでその準備として2級の受験をされた方だから別に2級の試験が目標じゃないんで、まあ、残念な結果になったけどもじゃあその悔しさは次につなげようとで当然ね落ちた試験だってちゃんと解き直しをして自分なりにその学習論点の整理をしてでその上でまあ税理士入ってきてるんで。 えー、まあそういう努力をしてくれた人だから結果を出すことができたのかもしれないけど彼はやっぱり強い意志があったからねあのそういうふうに先に進むうのはできたのかもしれないけどこれ気持ちそがれますよ下手すんと僕嫌いになるかもしれない見たくねえって人だっているかもしれないですよだって相当一生懸命やったのにってなりませんかねまあ僕はそれが一番怖い でねまあそれでもやっぱり前向きに捉えてねあのもうすでに僕のところにもねあの頑張りますって言って連絡くれた人もいますまあ、僕っていうかレックの方にね,ね、えー、もうちょっとどう考えても駄目だと思うけどもまあせっかくやったものだしやっぱり成果も残したいしでネット試験も今後始まってね、えー、随時受験ができるからそういったものをフレキシブルに活用しながらやっと頑張りますっていうふうに言ってくれた人もいますけど。 まあありがたいなと思うのもあるしあの逆に言うと本当に驚く僕だったら多分思わないですよ。ねえ僕はそんなに強い人間じゃないし真面目な人間でもないし、まあ、見てもらえば分かりますけどでもそういう人いるんじゃないかね。でそれがうん何の役に立つのかなって。2級の試験もね、まあ、当然これだけ会計も変わってるしね。 えー、いろんな変化がある中でやっぱり2級の試験も球体以前としたものじゃダメだっていうのはわかるんだけどだけどちょっとやっぱりね少し問題についてはお考えをいただきたいなっていうのが率直に僕は思います。あのー、これはねいやもう的外れだろうが何だろうがか構いませんけどね間違いなくかわいそうです。でこれは多分みんな言わないだけで。 予備校の講師みんな持ってますよ、まあ、所詮僕らは、ね、学習でも何でもないしたかだか予備校の講師ですからねたかだか予備校の講師ですから全くの人間なんで、まあ、そんな人間の話はね参考にもならないかもしれないけどねでも僕ら一番受講生さんに近いですからねで当然僕ら以外のお教育機関等でね学習されて募金、えー、ってをお受になられてる方々もおいでになりますからああ全てが全てじゃないけどね でもまあみんないろんな立場があるからあーなかなか表立ってねそういう意見表明ができない予備校の講師もいますいますが僕のところにいっぱい来ますあの言ってくれとまあ言ってくれって何で俺なんだっていう話もあるんですけどでもみんな思,思ってますよ。いや中にはいやこんなんだどうだと思う人もいるんだろうねいると思うけどちょっとね うーんもう少し考えてほしいなって思いますあのー、とてもじゃないけどねこれ第2問はまず量が多すぎるでなおかつ難易度も高い部分が多いでその今彼らねうちの制作スタッフもう正直言って僕が止めるの大変でしたよいやもう一旦もう回答出そうよって話をしたってねもう彼いやこれはおかしいと。 おだからもうちょっと検討させてくれって言うんで大変申し訳ないけど今僕の手元に2級の第2問の回答がないんですうちのだから移せないんですそれは今彼らが一生懸命多角的に検討してます、えー、まあ結果としてね、えー、独自性のあるものが出せるかどうかは分かりません分かりませんし僕もこの後加わりますで加わりますが ちょっとやっぱりねうちの講師それから制作スタッフの総意としてあのこれはあまりにも受験生がかわいそうだあまりにもかわいそうだあー一生懸命みんなやってるんだからそれはお前たちのやらす方が悪いんだって言われればそうかもしれないそこの部分は僕らも真摯に受け止めて改善はしなきゃいけないただ全国の合格率がね 10%台が連チャンして出るようなよそういう試験でいいんですかっていうのは僕は聞きたい。2級ってそういうういいいもんなののかというのは聞きたいだって前回の11月なんか1級13%で2級18%ですよ。どうですかこの数字。ねそれを見てですねまあ当然内容が違うから単純比較なんかできないなのは分かってんです。けど 18%とか15%って今税理士の募金論とか去年の代表の合格率より低いですよ15%なんて。それを2級の人たちにねやることなのかなっていうのは僕はねちょっととてもじゃないけど納得がいかない。でまあ繰り返しますけど全然やってない人まで受からせろなんて僕は全く思わないんで。 ー大して勉強もしないのにできませんでしたはい落ちましたっブ,ブブブブ言うのはすい違いだと思いますよ。僕はそんなのはどっちだっていいと思う。で、ね、僕はそういう人とために代弁するつもりは全くないし意見誤心もするつもりはないあ意見表明するつもりもないけども、ね、ちょっとでもこれ結構みんな一生懸命やったってきついんじゃないですかんまあさっきの話じゃないけどうちは幸いにして第3問で類似の問題対策取りましたんでねえ。 で工業募金が比較的対策対応しやすい問題だしで第1問に至っては、まあ、本当にもうベーシックだし、まあ、割引仕入れ割引の問題文なんか非常にいいじゃないですか割引の概要をねしっかり理解してるかを問うという意味で前回割戻しでしたっけあれもいい問題でしたよねしっかり割戻しの定義概要を理解してるかを問うっていう意味での問題だったんで僕はああいう問題は大いに結構だと思うしうー全然そういったところができなくてもそれはやっぱりちゃんと抑えるべきところを抑えられなかった。 ね、抜かしてしまったということのやっぱり反省点として受験者の側が対応しなきゃいけないものだと思うけどちょっとこれ第二問やりすぎですよねかわいそうだと思うなだからあのー、これねちょっとまずあのー、なんていうのかな まあね、皆さん方あの2級の受験した後に疲れてる中こういう解説の動画とかを聞いてくれる人たちなんでやっぱり真面目な人たちが多いから是非見直しされるにあたってはねあのー、まあまあそうだね、えー、固定資産台帳の作り方とか。 あ有形固定、えー、ごめんなさいリースさんであったりとかあ原価償却類計約とか、まあ、そういったところのご確認は是非やっていただきたいなというふうに思うこれはあのー、今後のことを考えた時に長い目で見れば役に立つところもいっぱいある。ね、でただそれは受験問題として時間間の中では間違いなく重すすぎます重すぎますけども時間というものを排除して。 ね、えー、せっかく受けた問題なんだからね死刑の先生が一生懸命作ってくれた問題なんだからそこはやっぱりね、えー、今後のためにも見直し集計なんかのために是非やっていただくとこれは決して無駄にはならない別に2級もう一回受けるとか受けないとかの話じゃなくてね,ねそういうことで言ってるんじゃないですよそうじゃなくて例えば上に進むとかあ会計税理士進むとかそういった時にも絶対役に立ちますから。 そういう意味では見直しはしてほしいけど、ただああまあ受験予備校の講師の立場から言えば、まあ、少なくとも僕が担当する税理士試験の立場から言えばですね、まあ、この受客村とかいらんああ別に見なくていい、えー、もう断言します。いやもう当然意味があるからお出しになられてるんですよ。うらわかります。ただ僕が言ってるのは受験予備校の講師としてです、えー。2級の段階でそこまで見ることはない。 僕はいいらないと思う,うーだからまあまずその感情ぐらいです。ね小手さん大表とーリースさんと類契約ぐらいだと思います。リースさんもちょっと結構大変だけどねう見といてもらうといいのかなとは思うけどねうんなんかもう何言ったらいいのか分かんなくなってきたな <laughs> 本当にもう。 なんかここのとこずっと毎回毎回2級の試験が動くとね僕こんなことばっかり言ってるんであの悪態ばっかりついてる人間のように思われるかもしれないですけど決して僕はそんなことはないんですよ。あーそんなことはないんですけどでもねちょっと今日の2級の第2問はねこれやっぱできないよ。だからあのー、まあ時間的にね間に合わなくて回答取れなかったっていう人もいると思う。ねいると思うんでうん。 なんちったらいいのかなまあほ本当に気の毒気の毒っていうのは違うなうーんまあでもこれが今の2級なんでしょうねうんと思うただ根が湧くば改善をしてはいただきたいなというのは率直に思うしね何て言うのかな まあ正直いろんなこと言い始めるきりないですよ。いずれにしてもリースは将来的に変わります。で前にもね、まあ、言った通りそういう収益認識に関する会計基準の施行に伴ってですよ。ね えー、廃止がされるようなものを出したりっていうのはあるんでちょっともうその実務のことをうんちゃらかんちゃらっていうふうにおっしゃるんであるならばまあ僕みたいな人間はたかだかね中小の中小企業の方々にお仕事で関わらせていただいてるぐらいなんであもう立派な立派な先生方が関わる大企業とは違います、えー、違いますけどもただねやっぱり、あのー、そういったところはご配慮いただいてもいいんじゃないですかねいうふうに思いますよなくなっちゃうようなところは出したってしょうがないじゃない。 でだから言ってることとやってることが僕は釣れてるような気がするんだよ。ね。正直。ね、まあ、天野塾なんでね。まあ、所詮その程度のおつもなんで。解釈するとそうなっちゃう。で、なっちゃうんだけど、ちょっともう少し考えてあげてほしいな。で、これはね、 ちょっとやっぱ本当にもうネット試験なんかなった時にあの紙がないんでねこんな問題画面で解けっつったって解けないですよ。いや無理ですあのこれだけだったらいいと思います90分で。ね <laughs> 90分でこれ1問だったら別にいいですよ。おそらくやるでしょみんな。でも公募もあるしね。ねちょっとこれは解ききれないかな。 だからね今回どうだろうまあ僕はあの自分の予測が外れることを願ってやまないですけど多分リス低いですあの前回って大して変わらないですもしかするとそれより悪いかもしれないただまあ今の受験生さんたちねあの本当に一生懸命今の試験の傾向を前提に準備してくれてるからあ僕はそれに期待するそうするとやっぱり今日基本的にね第一問の仕分けの問題はまず満点です で第4問はまあほぼ満点近く持ってってほしい。で第5問がちょっとまあもしかしたら計算ミスっちゃうかなっていうのがあるんでまあ1箇所ぐらい落としても。でそれぐらいでこなしていただいてあとはもう第3問の PL 製造業関連の PL はね、あのー、基本的にもう攻めるのは販,管費から後です販売費一般管理費から後と。ね。会社でお引きた金繰り入れであったりとかああ原価衝撃であったりとか。あ ああいったところをもう攻めてくるで、的を絞ってやっぱりやっていかないとこれはもうね、事実として言いますあの何て言われたって構いません終わりません、えー、そんなものをやってじゃダメだあ、売上げ減価なんてやったら無理です時間が足りないで、別に売上げ減価だけやったっていいけどそれしか回答で,できないぐらいだったら同じ時間かけるんだったらやっぱり点数の可能性伸ばさなきゃいけないんで販管費であったりとか外周外費とかねそっちの方をやっぱり攻めていかないダメなのよじゃない点数取れないから でそういうふうにならざるを得ないですよっていうのはこれはもう僕のね短い短い講師経験の中で得た経験上の話としては申し上げておきます。あのー、これはもう手続きで手続きはねテクニックに走るしかないですよ絶対。でそうなってくると、まあ、結局没ンみたいなのが多くなりますんで。 やっぱ2級としててどうなんですかって僕は思います率直に言ってだ、ね、僕はもう今回でねあのこういう形で、えー、2時間で試験やってね、えー、ご解説させていただいてとういう機会は最後なんでまあできるならばあ気持ちよくね、えー、皆さん方に今日はあ基本に基本を踏襲した問題でね、えー、こういったところがしっかりやられた方であれば ああ点数取れましたねという話がしたかったんですがうーんちょっとそうだなうんそれはなかなか大多数の受験生さんには合わないような気がする。 まあ僕が思ってんのが外れててねあいつはもうなんかとんちっかんなことばかり言っててもうそんなん俺できてるよって人ばっかりだったら僕はそれの方が嬉しいですあのそれで外れてん分には全然僕はいい、えー、まあくどいですけど僕はまた外れなのはあの生まれつきなんで <laughs> あのまた外れてなかったらこんな仕事してないんで、えー、役所かなんかにいますよーですけどね、まあ、そういう人間じゃないんで、えー、また、あまあ、昔から外れてるでも まあ今回はそれが僕のね予測が外れてればいいとは思うけども多分外れないこれはできないあのー、だからちょっとあえて誤解を恐れず言いますけどね今日の第2問が点数に直接つながらなかったこと自体は決して僕は卑下する必要はないしねただあのー、やっぱりせっかく受けた問題だしね工藤会だけども、まあ、作文者の先生は作文者の先生のお考えで作った問題なんだろうから。 当然そういったところは見直しの題材にはなるし特にもし将来的に税理士とか会計士とかっていうねいわゆる上に進むことを想定されてる方はあの工藤だけど除客さなんかいいですこんなのはあそんなものは出さないだっていいからあさっき僕が言ったような典型項目についての確認を取っておく方は将来的に絶対プラスになるそれはねあ間違いないただ2級の試験で出してはほしくなかった正直言って でこれはまあうちのスタッフの思いもあるんでで他の予備校の先生の思いもあるんで、まあ、僕なんかが言うことじゃないんだけどどうしても他の方々はいろいろ、ね、関係もあるし、まあ、僕がないわけじゃないんですが <laughs> 僕がないわけじゃないんですが。 あやっぱりそこはちょっと申し上げたいね是非言ってくれっていうふうに言われてるしやっぱり言わなきゃいけないなと思うから言いますけどねうんちょっとこれはどうですかって僕は思うしねあの今日の第2問でハマってしまったという方はそんななに落ち込むことはないよもう正直言ってこの2級の問題は2級の領域を僕は超えてると思う。 所詮僕らは予備校の講師です予備校の講師の目から見るのとねやっぱりいろんなことをご存知の学者の先生から見るのとは当然違います。うーあちらはやっぱりねいろんな視点で交渉対処から物事をご覧になるんだろうからあやっぱりそういったところは所詮僕らみたいな人間とは訳が違う、まあ、少なくとも僕みたいな人間とは訳が違うんでうーそこはね あのー、いろいろ深いお考えも終わりなんだろうけどもただちょっとやっぱり僕のレベルで言わせていただくと2級の受験生があまりにも気の毒だというのはあ申し上げたい。とい申し上げたい。ちょっとそういったところは少しでもよろしければ参考にしていただいてですねあのー、もう少しですねちょっとその処理量であったりですね えー、いうところはお考えをいただけるとまあありがたいなというふうに思うしやっぱりあのー、結局のところ検定試験のね長い歴史っていうのはあ僕なんか言うことじゃないかもしれないけどそれはやっぱり多くの受験生さんがいらっしゃったからこその歴史だと僕は思うんです。でそれを今後も、まあ、引き継ぐというのかな あ伝統を長く続けていくというためにはやっぱりその日照というもの簿記検定というものに対する受験生さんの指示というのがなければそれは続かなくなると思うんですよ長いこと続けてきたって会社が潰れるときは潰れるじゃないですかまあ、別に日照さんが潰れるとは思わないけどそういうことじゃなくてね結局長ければ永続的にできるというものではないんですやっぱり多くの人たちからやっぱりねあの指示が受けられるようなあ内容にならなければ あそれは未来英語の風でで、ね、で状況が続くとといいうこははないはずなずんですだから、まあ、せっかくネット試験も始まるしフレキシブルにね受験勉強ができて受験機会も増えるというところなわけだからあそこはね前向きにちょっと捉えていただいて少しご配慮いただいてですね、えー、問題等を作っていただけると僕は非常にありがたいと。ねまあまあ、本当にもう 低俗な定位の人間、ねえー、まさに戦国司祭の典型みたいな人間ですからあそういう人間からの話なんでまあ本当に届くかどうかわからないけどもお大変ね、えー、校長対象から物事をご覧になる方々からすればあ聞くに足らない取るに足らない話かもしれないけどもそこはですねぜひ前向きに僕はご検討いただきたいと思うし、あのー、今回ね そうだな是非皆さん2級の受験生さんの中でも今申し上げたような形で第2問は見直しはしていただきたいし、えー、例えば第1問のところで仕分けの間違いがあったとか第4問等々へやっぱりちょっとね材料副費の予定配布とかそういったところの復習が追いついてなかったなとか対策取ってなかったなっていう方は是非そういったところの見直しなんかはしていただきたいなというふうに思うんで、まあ、そこはねせっかくやった問題だからあ前向きに捉えていただけると僕はいいと思いますしね。 あのー、かといって客観的に見て僕個人の判断でもあるしうちのスタッフ相違でもあるんですがちょっと今日の問題もやっぱり2級の範囲は超えてます正直超えてますあの範囲がどうこうって出題内容じゃないですよレベルですレベルとしてこれは超えてますだから今日のお2級の問題で結果が伴わなかったということでねご自分のやってきた努力を決して否定する必要はない、ね、そこは前向きに捉えていただきたい だから今僕が言ったような第1問とか第4問とか第5問でちゃんと対応できたとかねうちの受講生さんであれば第3問類似の問題見たものはしっかり対応できるところはできたとかでリースだってパートパートに絞ってやって1つでも2つでも計算結果としては同質することができたとかそれでいいじゃない、ね。それはもう資格取るためにやってんだから結果が伴わなければつらいですよ。間違いないよ。 おやっぱりそういったところまでちゃんと手が動かせるようになったんだからそこは自信を持つべきだしね、えー、前向きに捉えていただいてやっぱりリベンジ、えー、リベンジっていうと言葉軽いけどねやっぱり次にねつながるようにしてほしいなというふうに思います。ということであれは思ったより長くなっちゃったけどねまあねあのー、僕いつも思うんですけど 内容あんまり話内容あんまり話し, <laughs> り話しもうでもね言わなきゃいけないんですよこういうことねだからちょっとまあ見直し題材だけね、えー、皆さん方にはご案内をさせていただきましたんで、まあ、そういう前提で少し確認というものはお願いをしたいなというふうに思いますねはいまあそんなところですそ、えー、したら僕はこれからねうちの若い優秀なスタッフが一生懸命議論してますんで おじさん戻って話に加わります、えーまあ、あもう少し、えー、うちの回答速報がですね出るまでお時間頂戴するようになるかと思うんですがあー申し訳ないけども多少ね、えー、お待ちいただいて確認等いただければと思いますし、えー、また模範回答出た際にはあ一応予想配点箇所もつけますでつけますがあくまでもこれは私どもの予想なんで。 皆さん方がだから自己採点の時にお使いいただく時にはですねあくまでも参考資料としてお使いください。えー、実際のね採点は西尾さんの方で、えー、採点会社を設定しておやりになるわけですから,だから僕ら知らないんで。 ね、そこの部分についてはその前提でご確認をいただければというふうに思います。はいということでございましてちょっと長くなりましたけどね、えー、今回の限定試験に関する解説おしまいになります。まあ皆さんあー来年度からはもうネット試験も動きます。ある程度フレキシブルに受験はできるようになってきます。またあ先ほどご説明の過程でもお話した通りねさらにもう上というものを見据えておられる方々は。 あそれをやっぱりメインに据えて今後どういうふうに勉強していくかというところをですね、えー、お考えいただいた方がいいだろうしまた具体的な学習方法等についてですねご質問等あればあそこはうちのスタッフ等が随時対応させていただきますんで、えー、ご遠慮なさらずにね えー、お電話等ででも結構すすからご連絡いいただければと思いますはいということでねまあ先ほど申し上げましたけど今日ねあのやっぱり急に寒くなりましたここ23日、えー、もう本当に睡眠時間削って削って、えー、勉強をやってきていただいた方もいらっしゃるでしょうでまたなんかしばらく経つとあったかくなるんでしょね寒くなったり暑くなったりを繰り返すとねやっぱりそれだけでも体調おかしくなりがちだしまあ最近はまだまだね、えー、例のあれが <laughs> コロナさんが あー多少昨日あたり増えちゃったもんね。いうのもあるからさ、あのー、やっぱり、ね、疲れてる時っていうのは病気にもなりやすいからね、あのー、今日はねちょっとモヤモヤした気持ちもあるかもしれないけどまずはねあのしっかり自分の体を休めて、ねあのー、意外と今は気張ってるからまだねうー疲れた感覚はないかもしれないけどねやっぱりね普段と違うペースで生活をして普段と違うことやってると思ってる以上に体って疲れてますから。 ね、まずはしっかり23日ねあのゆっくり体をいたわってさあの疲れをしっかりとってで元気にね、えーまあ、この問題の見直しであったりとかあ次に見つけての準備とかあそういうのができるようにねしていきましょう。 ね、はいというところでございまして、えー、今回の検定試験に関する回答解説会以上となります回答解説会というかただの読む話ですがまあ終わりになります、えー、また皆さん方ね是非、えー、前向きに頑張っていただければと思います、えー、皆さんお付き合い,いただきましてありがとうございました大変本日はお疲れ様でございました